どうも、みぞまりなチャンネルです、2人でこれからね、いろんな質問をしていきます。まりなちゃんの方が多いですけど、まりなちゃんよろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。どうも。本日はですね、最近のチャンネルさん、はい、この間、みんなのフジテレビ、はい、そうですね、みんなのテレビで、みんなのニュースか、はい、ニュースで、まあ、TQ グループの、はい、幸福屋さんですよ、はい、隠れ、ね、食堂と、紹介してもらっちゃったりさんです、ね、はい、よろしくお願いします。まあ、一応ちょっとね、本日はちょっと、なぜ、うちの会社に入るのかちょっとご質問させていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では早速ですけども、はい、前職というのは、はい、美容師を、美容師をやっておりました。あ、すごいですね。美容師さんと自分で、あ、そうですね、勧誘して、はい、すごいですね。25年ぐらいやっておりました。うわ、すごいですね。じゃあなぜ、まあ、うちの会社をと思ったんですか。そうですね、まあ、美容師っていうのはやっぱりこう男性ですとやっぱりこう年齢的な制限がありまして、あ、まあ、それをやめまして、それで、あ、なんかこう仕事がないかなと思って、で休日をしておりまして、でいろいろあったんですけども、セールさんとかとお花見てみたんですけど、いろいろ面接を受けまして、で、あ、ちょっと充実してるっていうか、同じタクシー業界でもちょっとイメージが違うから、それで分かるかどうかはね、半信半疑で、から採用させていただきまして、やらさせていただきました。そのタクシーになって、前職とのこう、なんていうか、違いというか。そうですね、やっぱり時間が、まあ、明け、最初は非常にこう1日延長時間長かったら大変だったんですけども、やっぱり慣れてくると明けっていう日が月に大体12日以上もということで、あと、あと時間が結構あるので、まあ、結構、いろんな意味で充実して、あ、じゃあもう、明けの日は自分のプライベートで、そうですね、はい、いいですね、やっぱりそういうふうにいろいろね、やっぱり、私ももともと同級生なので、やっぱり、ね、そうですね、はい、私の場合はゴルフで、毎日仕事してるんで、一日おきの仕事がいいんですよね、まあ、ゴルフが好きで、まあ、はい、もうサマホースに入ったんですが、はい、まあ、ぜひですね、はい、今後もですね、先輩ドライバーとして、ありがとうございます。頑張っていただきます。今日はすいません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、どうも今日はありがとうございました。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。チャタニの社員さんでした。本日はどうもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お疲れ様でお送りいたしました。ですね、この皆さん、よろしければ、日本の放送を持っていただきます。今、転職を考えている方、タクシー業界に興味がある方、ぜひ沢和交通で一緒に働いてみませんか。詳しいことは沢和交通ホームページから、登録をお待ちしております。みぞまりなチャンネルでした。